清潔始めたの？あ、肌は本当にあのね、肌オタクになった。あの肌オタク。だからそれ若いうちにやっといてよかったなって思う。あのだから汚くなってもすぐあのね挽回ができるようになるっていうか、あのちょっとサボってもね。あ、だから毎日パックできるやつやってるよ。うん。あ、前もともと綺麗じゃないよ。汚かったよ、前も。うん。コクルトリもしたことある。前、天パなんだ。これ大好き。これ、ま、これは毎日できるパック。これとか、あとね、サミ。サミも好き。あと、で化粧水はね、なんか韓国のなんか美容皮膚科で売ってるやつ使ってたけど、でもやっぱそれよりもあれが好き、ソルファスの化粧水が好き で高いからさ、ソルファスって。だからあの試供品のなんかいっぱいセットがめっちゃ安くて、なんかそれを入れてる容器に。ソルファス、あの韓国の、なんつうのあれ、SK2 って言われてる。韓国の SK2 って言われてる。でも高いけどね。でもあの化粧水やっぱ一番好きだもん。やっぱいろんな化粧水に旅したけど、やっぱりそこにたどり着くみたいな。で、あと私なんで試供品買ってるかっていうと、あのなんかね、ソルファスのあのボトルって全部ガラスのなんか重くて出づらい、全然出てこないから、あの試供品買って違う容器に詰めてる。めいちゃんがいいって言ってたシカパックいいよね。よくない？ほくろ除去のいいとこ教えてほしい。顔にほくろあってもなんか、例えばさ、こういうとこに1個あるとか、なんか特徴的なとこにあったらそれだけは残すけど、それ以外いらなくない？めちゃくちゃ良かった。そう、私詐欺しないから、そういうゼリーとか案件来ても私絶対やんないかな。自分がいいって思わないと。あとサミュ買ってよ、あれもいいから。もうサミュも私4箱買ったもん。あ、ピコレーザー来月やるよ。めいちゃん美容詳しいし、まゆ詳しいね。あのふわっちのさ、女の子ってさ、結構があのなんつうの、いないかもね。確かに今度ケツにハーブピーリングしてくる。あー、なんかさ、私肌あの皮膚が薄いからピーリング合わないんだよね。だから人によるよね。だからダーマペンだって人によったらめちゃくちゃいいけど、眉は多分合わないし美顔機能してないよ。ピコレーザーはシミ取り、痛いらしい。顔真っ赤になるんだって。いや違うの、どれぐらい持つとかじゃなくて永久だよね、あれは。だってシミを消すから。でピコレーザー3回ぐらい やれば超綺麗。なんかまあ人によるよ、まあ、人によって、まあ、10回やればもうシミが全部なくなれば、まあ、3回とかさ、2回とかでなくなる人もいるし、ピンキリだよね。めちゃくちゃ痛いって。あ、これ安いとこもあれば、あの眉青葉クリニックでやるけど、シミ、なんかまあ少ないかもしれないけど、まあよく見たらあるじゃん。なんかもうゼロにしたいのなんか全部をゼロにしたい。わかるかな。だから1個でもシミができたらもう美容皮膚科に行って。シミがない人は効き目があまりない。効き目がないとかなくない？確かシミそばかすにも効くらしいよ、うん、やだ、顔出ししたくない。え、マガサスさん、これ本物？マガサスさん、シミそれ詳しいの？今なんか運動会してる。いや、なんかね、ゼロになりたい。
リスナー金としか見てない？そんなことないよ、マユ。リスナーは友達。マカサスさんさ、声は全然似てないんだけど、あのメイクが似てる。今いじるなら一番何したい？鼻フック直したい鼻フックをいじりたい。四季にスキピってロケット投げたのなんで？好きだから、四季ちゃん好きだからだよ。なんか多分まあいう気違いが好きなのかも。気違いが、うん、プロテじゃないよ、まあいう。いや、しきちゃん全然配信してないのにゴマスってどうすんの？わかる？なんか気違いって見ちゃうんだよね。で、さきちゃんいないでしょ今。そばにはもういないじゃん。しきちゃんぐらいしか見る人いないんですよ、うん、ぐらいしかね。そうだよね。だってさ、モモナだってさ、もうじゃあ前は面白かったじゃん、ね、よくツイキャス見てたの。でももうイベント、 あれこそ銭ゲバじゃん、本当に。もう金でもすごいよね。それでもずっと1位なんだ。さきちゃんはなんか多分デリヘルやりながらツイキャスにいるらしい。デリヘルやりながら。ももちゃん最近守りに入ってる？でもさ、羨ましいよ。私もね、守りに入れるんだったらね、イベント助けて、イベントとか言ってずっとやりたいけどちょっと誰か、あの今117位です。あのお花のやつ、お花のイベントのやつ誰か117位って最下位じゃないの？桃七キャバ嬢のリスナーが多い。そう、私もね、大好きとか言われるのになんでこんなに飛ばないのね。どうしてね。同情してるんでしょ？同情するなら金をくれ。同情するなら金をくれ。やだ、飲みたくないよ。飲みたくないですよ、この。もう一回飲んじゃうとさ、止まんないんだもん。うん、好きだけど投げたくなるほど好きじゃない。愛されたい、愛されたいです。でうんこやめてね。やっぱりあれだよね、あんまり爆投げ師さんと付き合おうかな。次の爆投げ師さんと付き合おう爆投げ師さんと付き合うね。お前ブロックね。ね。でももし眉が付き合ってても、あの、多分言わないです。言わないね。愛されるより愛したい？私、愛するより愛されたい。愛するより愛されたくない？カツラじゃない。なんで？いや本当にそうだよ。前いた投げ師さんはやばい人？そんなことないけど。そうそう、女は愛されてた方が幸せ。まゆちゃんって爆ね、いないね。あの去年までいたけど、今年に入っていないです。あとなんか、あのなんか ストレスじゃない？追いかけるよりも追いかけたい派。この前、いたよ。優しいよ、優しかったよ、すごくいい人だったよ。眉って名前言うのやめたら投げしかし
私眉、今思い出し笑いしちゃった。ね、今一瞬ふと思ったことが、火薬さんっているじゃん。火薬さんってさ、あの毎回被害届け出されてるじゃん。眉があってさ、また被害届け出したら面白くない？あの人なんで毎回そんなことになるんだろう。すぐ裏で投げしに DM するから嫌われちゃう？眉全然しないんだけど、DM 全然しないよ。火薬さん面白いよね。なんかその火薬さんの生き様が面白いんだけど。しかもあの人さ、生活保護もらってんでしょ。生活保護とかなんかいろいろやばすぎてさ、そうなんか最近なんかよく見る。いやなんかその生活保護もらってってる人しかなんかもらえないものをなんか持っててなんかそれでなんかそれなんか 2,3 週間前だよ。 2,3 週間前で工場で働きながらでもらってるって 2,3 週間前。あ、そうね、みんな大変だよねこの時期とかさ、確定申告とか。中村がマジで嫌い。非課税の人がもらう給付金。あ、そういうことね、うん、違かったみたいです。でもさ、無知なんだから適当なこと言うなよって。じゃあ頭で考えてから喋ってたら何も喋れないんだけど。私考えてから喋れって言われるけど、そんなこと言ったら何も喋れません。私そのうち訴えられる？お前訴えられ慣れてるからね。訴えられ慣れてる。お客さんにも訴えられたことあるな。てか、あ、お客さんにしか訴えられたことないけど。みんなカツカツだよなこの時期は。愛と金どっちが欲しい？どっちも欲しい。どっちも欲しくね。ちょっとさ、なんか女ってさ、一個でも出現しちゃうとめちゃくちゃ叩かれちゃうよね。あの配信 YouTuber でさ、なんか男は170以下の身長の男に権限はないみたいなこと言ったらさ、もう引退しちゃったじゃん YouTube。 事務所クビになって。女って肩身狭くない？この世界ね。いや違うんですよ。じゃあ例えばね、私が今言った失言を、まあ例えば養分が言っても何もなんないの、発言内容も。でもさ、私思うんだけど、一回確かタマちゃんってさ、タマちゃんがレイプされたってさ、被害届出されたじゃん。で2回目で渚ちゃんに乳首を吸われた被害届出されてんじゃん。なんか2回来ちゃうと本当にヤバい人なんじゃないの。どんな感じか確かめに行こうかな。ね、乳首吸われちゃうかどうか。爆走にも言われてたの。なんかさ、配信者ってレーパー多いの。なんか配信者でさ、性的な犯罪な人多くない？でどっちが人狼か分かんないよね。そんな人ばっかりの。そうだね、なんかぶっ飛んでる方がさ、疲れるもんね。こんな配信者がおかしくない。いや吸われたくないけど、いや本当な